皆さんこんばんは、えりこです。今日は JLPT-N1 レベルの漢字を紹介します。今日の漢字はこれです。まずは読み方から見ていきましょう。音読みが潤、訓読みが潤う、潤す、潤む。意味は3つあります。1つ目の意味が水分を含む、2つ目の意味が利益、3番目の意味が飾る、立派に見える。例文です。感動的な映画を見て目が潤んだ。感動的な映画を見て目が潤んだ。収入が上がって生活が潤う。収入が上がって生活が潤う。利潤とは、売上から払うべきすべての費用を引いたものだ。利潤とは、売上から払うべきすべての費用を引いたものだ。2022年4月から始まった日本語能力試験 N1 レベルの文法グループレッスン。来週から5月のレッスンが始まります。アスク出版社の日本語パワードリルを使って文法の4択問題と入れ替え問題を中心に練習していきます。レッスンの予約はえりこ塾のウェブサイトからお願いします。さて、今日のレッスンはどうでしたか？えりこ塾では日本語会話レッスン、JLPT 受験対策レッスン、ビジネス日本語レッスンなどを提供しています。私以外の先生もいますので、ぜひいろんな先生とお話ししてみてください。それではまた次のレッスンでお会いしましょう。